こんにちは。こんにちは。リカリカです。リカリカです。今日は名古屋に、ちょっと分かっとって、今日は名古屋にお買い物に来ています。いろいろ衣装を買いたいなと思います。それからね、カフェも行くので、そこでも動画撮りたいと思います。はい、今カフェに来ました。名古屋の茶の間っていうお店に来ました。こんな感じでね、めっちゃくつろげる場所なんですけど、初めて来ました。インスタで見て可愛いなって思ってて初めて来たんですけど、めっちゃいいです。はい、若鶏の唐揚げを頼みました。こっちは何だっけ、玄米で、これ豚汁で、このご飯と豚汁のおかわりができるそうです。はい、時間の持ってこいしのメニューです。いただきます。めっちゃおいしいですか。バッチグー。玄米うまい。はい、帰ってきました。はい、で今日は、プチプラで、いろんなお洋服をたくさん買ってきました。はい、まずストラディバリウスで、これは高かった、これもね、安かった。ブーツをいつもリカとリコが、ストラディバリウスの靴を履いてるんですけど、あの靴がだいたい6000円ぐらいで、そうで、なんかセールになってて、それが2000円になってて、で、安って思ってブーツやで。そう、で、なんか新しい色のを買いました、次は大好きなムルーアで、新作、今日発売って言ったっけ、昨日発売、昨日発売って言ってました。でなんかすごい可愛いアウターがあったので買いました。これはもう多分めっちゃ着ると思います。で次がこれがベルシカです。はい、じゃん、大量にゲットしました。はい、これはね、リカとリコ合わせて6着買ったんですけど、アウターも1つずつ入れてやな。アウター1着ずつ、トップス、スカート買ったんですけど、それでなんと11,540円でした。安い。めちゃくちゃ安い。スカートが990円ぐらいで、トップスも3000円いかないぐらい、で、なんとね、めちゃくちゃ可愛いアウターが1万円のがセールで2000円になってて、ええー、と思って、これやばいと思って買っちゃいました。はい、でね、今回買った服はまた、インスタグラムとかマントっていうコーディネートアプリも投稿しているので、よかったらチェックしてみてください。はい、それでずっと買いたいなと思ってたこちら、資生堂のスポーツカバーファンデーションなんですけど、これね、めちゃくちゃいいっていうのを聞いてて、コンシーラーなくなるから欲しいなと思ってたんですよ。でも近く の、 薬局とか回っても全然売ってなくて、で名古屋 の、 お店寄ったら売っててね、ここにね1200円って書いてあるんですけど、買いに行ったら800円でした。800円か、そうだから買いに行った方がいいよって口コミとかに書いてあったんで、みんなもよかったら買ってみてください。すごいいいです。今からね、美容院に行ってきたいと思います。はい、どんな感じになるのかはまた後からめやろいちゃん後から動画を撮りたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、今帰ってきました。イエーイ。何が変わったでしょうか。じゃあコメント欄でっていうのはそれ、はい、前髪をちょっと増やしました。はい。少なかったんですよ。すいちゃってたので、この辺から持ってきてもらって重たくしました。ちょっと印象変わったよな。で、髪色を、透明感のある色にすごい可愛いしていただきました。リカとリコ若干違うけど、そこまで分かんないです。はい、じゃあ当分これで楽しみたいと思います。じゃあ今日の動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。